はいどうも皆さんこんにちは、デッドです。今回は渋谷イベントで登場した最新装備がとにかくヤバいので、その性能を詳しく解説していきたいと思います。武器も防具も今までで一番劇的な内容になっていて、武器の方では最強の黒弓を超えてしまったものや、防具の方でもぶっ飛んだ性能のものがいくつもあって、軽く閲覧注意のレベルです。ただ一方で本格的な実装もそんなに遠くはないと思うので、今後に向けて絶対に確認しておきたい内容とも言えます。なので今回詳しい性能を全てまとめていきたいと思います。それでは武器の性能から見ていきます。まずはコリュンのネルギガンテですが、こちらヤバい性能の武器があるんで、今回の中でも特に注目になってます。で、武器種は全て存在していて、全て竜属性で、武器スキルは G6 で他のコリュンと同じく狩人の結束、そして G8 でなんと破壊王2がつきます。初の破壊王2ということで、ディアーシュの武器も超えて素材集めの性能がトップクラスになってます。では基本ステータスですが、グレード8の1で攻撃力925、属性値486で、属性武器としては他のコリュンと全く同じステータスになってます。で、現状最強のイビルジョーと比較すると、武器単体の期待値はネギ1411に対してジョー1390ということで、ネギの方が 1.5% 高いです。ただし属性値が低いので、属性補正付きの場合はなんとジョー武器が逆転して 3.9% 高くなります。まずはこれが武器単体の性能です。で、次実際に使う装備として属性強化後の構成を考えていくと、通常時はネギが 3.1% 高いんですが、補正付きの場合は同じくジョーが逆転して 0.4% 高くなります。ということで基本的にはネギが竜属性最強ということになるんですが、補正付きの場合のみジョー武器の方が少し上という結果になってます。やっぱり属性値の高さっていうのはとても重要なので、全体的にはネギが強いんですが、上武器も全然負けていないという印象です。それじゃあ逆にネルギガンってあまり大したことないのかっていう話なんですが、ここで圧倒的すぎる最強武器というのがあるんで、それをご紹介したいと思います。それがこちら弓です。もうパッと見でぶっ壊れているんですが、ため段階に注目すると、上から順に拡散1連射2、そして貫通4連射4ということで、なんと黒弓ゲールホンと全く同じため3で貫通4が打てる最強武器になってます。しかもこっちは属性なので、ステータスは明らかに上で、武器自体に破壊王2個プラス狩人の結束ということで、完全に黒弓を超えてます。あくまで属性武器なので全モンスターは枯れませんが、それでも属性武器にとってはもう革命と言っていい性能です。しかも重要なポイントとして、竜属性は弱点モンスターが一番多い属性です。全体の3分の1くらいが弱点なので、汎用性の面でも実はかなり優秀です。6月にクシャ弓で、今回ネギの弓ということで、黒弓超えの武器がどんどん出てきているんで、いよいよ属性の時代が近づいてきたという感じがします。で、今までの最強が上弓だったんですが、向こうは普通に最大ためで貫通4なので、もう明らかにネギの方が強いです。別の動画で今回上弓は最強更新されないんじゃないかっていう予想をしてたんですが、このように見事に更新されてしまいました。ということでネギの弓がバランス崩壊級の性能を誇っているんですが、実は今回もう一つヤバい弓というのが実装されてます。それがこちら金レイヤの弓です。金レイヤの武器はこの後詳しく見ていくんですが、ほとんどが毒属性、ただ弓に関しては例外的に竜属性です。で、見ての通りなんとこちらも黒弓級の武器になっていて、ため3で拡散4が打ててしまいます。この点はクシャ弓と全く同じですね。2段階貯めて拡散4、もしくは1段貯めてチャージステップして拡散4という立ち回りができます。接近戦が必須なので安全面では少し劣りますが、うまく使えばネギの弓と同等の火力を出すこともできます。で、攻撃や属性の数値が結構違うんですが、総合ステータスとしては金レイヤーとネギでほぼ同じになってます。拡散と貫通のモーション値で差がついていて、その分で最終的な期待値としてはネギの方が約 20% 高いです。まあさすがにネギの方が上ということなんですが、上弓に対しては金レイヤーの方が勝っていて、クシャ弓と同等の火力を出すことができます。ただしここで重要な注意点として、この武器ため3で拡散4なんですが、逆に最大ためをしてしまうと一気に弱くなってしまいます。というのもまさかの貫通3ということで、最大ためでレベル4の矢が打てません。つまりため3で止めないといけないわけなので、場合によっては扱いにくいという可能性もあります。なので結局はネギの弓一強っていう感じもあるんですが、実はこの武器他にもヤバいポイントというのがあります。武器スキルに注目すると、今回初登場の追い打ち毒になってます。こちら毒状態のモンスターに与えるダメージが上昇するという内容で、武器に2個ついてるんで、なんとダメージプラス 45% です。毒状態にさえできれば、あとは毒ダメージプラス追い打ちで速攻で倒せるということで、これは相当強いです。で、今回防具の方でも追い打ち毒のものがあるんですが、レベルマックスの装備を組んだ場合はなんとダメージプラス 100%、 つまりダメージ2倍というとんでもない内容です。この追い打ち毒の登場で毒属性は完全に覚醒したと言えます。ただ弓に関しては竜属性ということで、竜なのに追い打ち毒ってどういうことっていう話なんですが、ここに関しては完全にグループハントする前提になってます。毒武器と組み合わせて使えば超強いということで、マルチで特にパーティーを組む場合はものすごい火力になります。ただ逆にソロで使っても特に何もなしということですね。ということで金レイヤーの弓に関してもいろんな面で尖った武器なんですが、使い方によっては全武器中トップの火力を叩き出すこともできます。で、最後竜属性弓全体としては、今まで上弓でも十分強かったのが、今回これを超えてしまう武器が2つ同時に実装。その中でもネギの弓はもう完全に最強で、金レイヤーの方もめちゃめちゃポテンシャルの高い武器になって
ってます。それでは他の武器種を一気に見ていきたいと思います。まずボウガンですが、ライトは通常弾、散弾、鉄鋼弾の組み合わせです。上ライトに対して期待値は上で、使い勝手に関してもおそらくこっちの方が高いんじゃないかなと思います。で次ヘビーは散弾プラス鉄鋼弾という組み合わせです。上ヘビーから流撃弾だけを削ったような形です。で流撃がない分火力面は少し下がってしまいますが、逆に散弾と鉄鋼で硬直時間が短いので、使い勝手や安全面に関してはむしろこっちの方が優秀といった感じです。では次に少し注意が必要な武器種を見ていくんですが、それがチャークとガンスです。チャークは瓶のタイプが榴弾ということで、これについては強速性の上武器が明らかに強いです。一方ガンスは拡散型ということで、放射型の上ガンスとは差別化があります。上ガンスは実質汎用武器なので、流速性のガンスを作りたい場合はネギ一択ということになるかなと思います。ではその他の近接武器ですが、ステータス全く同じなので、あとは見た目だけ確認していきます。双剣と体剣がこのようになっていて、最後太刀、ハンマー、ランスがこんな感じになってます。というわけでまずは古竜ネルギガンテの武器を見てきました。それでは次金レイヤーの武器を見ていきます。こちらは一部の武器種のみ存在していて、片手剣、太刀、チャーク、ガンスでライト、ヘビー、弓の合計7個があります。大半は毒属性ですが、ボウガンは無属性で毒弾付きで、さっき確認したように弓が竜属性になってます。で武器スキルは追い打ち毒レベル2です。武器の基本ステータスはグレード8の1で攻撃965、毒属性334、回心 25% で、期待値は1025プラス毒のダメージということになります。でこのように桜たちに対しては期待値は少し下なんですが、その分属性値が高いので毒を発生させやすいです。そして毒武器に関しては武器スキルの追い打ち毒がめちゃめちゃ効いてきて、毒状態中はダメージプラス 45% という破格の性能です。なので毒属性に関しては間違いなく金レイヤーで最強更新されてます。では武器種別ということで、まずガンナー3つをまとめて見ていきます。やっぱり目を引くのは弓ですが、こちらはさっき確認したように唯一の竜属性で、ネギに次いで2番目の強さになってます。ただグループハントで毒と組み合わせていけばもう最強といった性能です。でボウガンについてはどちらも毒弾付きで、ライトは毒散弾鉄鋼、ヘビーは毒と貫通です。毒のボウガンは現状そこまで話題にはなってないと思いますが、ステータスや弾種など合わせて総合的に毒の中で最強になってます。ではその他の武器種を見ていきます。ポイントとしてはチャークは榴弾瓶で、ガンスは通常型ということで、ここは他の毒武器と全く同じになってます。ただ基本ステータスと追い打ち毒の面で間違いなく金レイヤーが最強と言えます。では次銀レウスの武器を見ていきます。こちらはヘビーボウガン以外すべて存在していて、すべて非属性です。で武器スキルが今回初登場の会心撃属性になっていて、こちら会心発生時の属性攻撃倍率が上昇するという内容で、一言で言うと属性専用の超会心です。武器に2個ついてるんで、会心時は属性値プラス 40% で、防具と合わせてマックスにした場合はプラス 80% ということで大幅な火力アップになります。あくまで会心攻撃、そして属性値限定の話ですが、属性強化や会心と組み合わせることで今まで出せなかったような効果力でも今後は出していくことができます。では基本ステータスを見ていきます。グレード8の1で攻撃力779、属性値552、会心 25% です。これは金レイヤーの竜属性弓と全く同じステータスです。では現状最強の原種と比較すると、武器単体の期待値は希少種1414に対して通常種1359ということで、希少種が 4.1% 高いです。で属性補正付きの場合も同様で、希少種が 2.7% 高いです。属性値は通常種よりちょっと低いですが、会心込みで全体としては銀の方が上です。まずはこれが武器単体の性能です。で次実際に使う装備として属性強化5の構成を考えていくと、ここでも希少種が勝っていて 4.6% 上で、補正付きの場合は 3.8% 上です。ちなみにここには出していませんが、希少種はなんと古竜にもステータスで少しだけ勝ってます。なのでテオの非属性武器と比較しても銀の方が上ということになります。ということでまずステータスに関しては間違いなく非属性最強です。では個別の武器ですが、銀レウスに関しても弓が要注目になってます。というのもため段階が金レイヤーと全く同じで、ため3で拡散4を打つことができます。なのでこの点ではもう黒弓を軽く超えていて、金レイヤーそしてクシャ弓に並ぶ性能です。ただ最大ためにに関しては逆に貫通3で弱くなってしまうので、ここは要注意のポイントです。ちなみに非属性ではレウス原種の弓が貫通ですが、期待値では銀レウスの方が上になってます。それじゃあ非属性はもう銀レウス一強なのかというと、絶対にそうというわけではありません。特に重要なのがライトボウガンで、こちら貫通残裂毒という組み合わせになってます。で強豪のレウスバスターが通常貫通残裂なんですが、銀の方は毒弾が入ってる分期待値が下がります。もちろんうまく毒が入れば銀の方が強いですが、火力がなかなか安定しないという点もあるんで、非属性の武器としてはやっぱりレウスバスターが最優秀だと思います。ちなみにヘビーに関しては唯一銀レウスの武器が存在していないので、今回武器の更新は特になしということになります。ではその他の武器種を一気に見ていきます。まずチャークは強属性瓶、ガンスは放射型です。で双剣だけちょっと注意が必要で、武器スキルが会心撃属性2プラスなんと追い打ち毒が入ってます。ライトボーガーについてただ超強かったんですが、なぜか双剣だけ追い打ち毒があるということで、ここが一つ注意点になってます。であとは見た目だけ確認していきますが、片手剣と体剣がこのようになっていて、最後ハンマーとランスがこんな感じになってます。というわけでここまで新モンスターの武器性能を一気に確認していきました。それではここから防具の性能を見ていきたいと思います。まずはネギですが、全部位に今回初登場の滅人竜の渇望がついてます。こちら
ネギ専用で、しかもめちゃめちゃ面白い内容になってます。また武器種別で非常に重要な防具もあるんで、ここから詳しく見ていきたいと思います。では頭ですが、 G6 で滅人竜の渇望と見切り、 G8 でジャスト回避強化です。で、渇望の内容ですが、 SP が溜まらなくなる代わりにダメージが上昇するという斬新なものになってます。つまり SP を犠牲にして火力アップするということですね。陶器活性に続き、またまた SP 関係のスキルになってますが、陶器活性とはまたちょっと違った方向性という感じです。ちなみにダメージの上昇幅はレベル1でプラス 10%、 2で 15%、 3で 20% です。上昇幅としては結構大きめで、陶器活性や支柱に勝つと同じで、しかも時間制限などの条件がないので、 SP 使わない前提で考えればかなり強いと言えます。まあ、ただ SP に関しては火力面だけではなく緊急回避用とかにも使うことがあるんで、普段使い用としてはちょっと微妙な気もします。また防具1部位に1個ずつしか付いていないので、他のスキルもつけていく場合は錬成がほぼ必須です。ということで、新登場の滅人竜の渇望についてはなかなか斬新で面白い内容なんですが、実際の性能や使い勝手に関してはまだまだ未知数という感じになります。では次、胴体ですが、こちらは闇討ちプラス回避距離アップです。ベリオの足が全く同じ組み合わせになっていて、尻尾を狙う場合とかに活躍する汎用防具です。で、次、腕は攻めの主性プラスガード性能で、ガード可能武器専用の防具です。使いどころとしては汎用のランスとかチャークあたりになるかなと思います。で、次、腰は攻撃プラス破壊王という組み合わせです。貴重な破壊王ということで当然重要なんですが、腰の破壊王はディアブロスと被っていて、作成難易度に関しては向こうの方が断然低くなってます。では最後、足ですが、こちらがすごい重要で、装填速度プラス反動軽減ということで、ボウガンにはもう必須級の防具です。この組み合わせは今までプケプケ足の腰だけだったんですが、これで装備の自由度が大きく上昇することになります。装填プラス反動は本当に全ての防寒装備で必要な防具なので、これは今回の中でも特に注目度が高いです。というわけで、ネギの防具に関してはとにかく防寒用の足に要注目で、あとは滅人竜の渇望がどのくらい強いかがポイントになってきそうです。ちなみに憑依錬成は全てグレード8で1枠になってます。では次、金レイヤー防具いきます。こちらも破壊王2とか追い打ち毒のようにめちゃめちゃ尖った性能のものがいくつもあります。まず頭は逆恨みプラス精霊の加護2です。これに関しては安全重視というか、まあ保険用の防具という感じです。ただすごいのはここからで、まず胴体に破壊王2がついてます。今までディア足の頭だけだったんですが、これで破壊王がさらに装備しやすくなります。しかも生産した瞬間の G6 で破壊王2個つくんで、コスパに関してもかなりいいです。で、次、腕に追い打ち毒が2個ついてます。武器と合わせてレベルマックスにした場合はダメージ2倍という破格の性能で、これで毒属性は完全に覚醒したと言えます。またパーティー組む場合は自分が毒武器じゃなくても活躍できます。で、次、腰はロックオンプラス支柱に勝つです。ロックオンはディア足と被ってますが、歌方支柱装備なんかを使うときはこっちが激アツと言えます。で、最後、足は追い打ち毒プラス属性強化で完全に毒武器専用です。武器プラス腕、そしてこの足を採用することで追い打ち毒マックスにできます。汎用武器の中でも毒は大躍進という感じなんで、長期的にもかなり期待ができそうです。ということで、金レイヤーの防具に関しては本当に注目のものがたくさんあります。汎用性が一番高いのはやっぱり破壊鬼の胴体で、毒属性を使うなら腕と足で、ロックオン付きの腰に関しても貴重な防具になってます。では最後、銀レウス防具いきます。こちらも尖ったものがいくつかあるんで早速見ていきます。まず頭は今回新登場の会心劇属性2です。あくまで会心時の話なので、追い打ち毒と比べるとちょっとインパクトが薄い感じもありますが、属性強化とか会心と組み合わせていけば大幅な火力アップになります。で、次、胴体は非属性強化プラス超会心です。早速属性強化の防具なんですが、まあこれに関しては属性2の防具よりは優先度は低くなるかなと思います。で、次、腕ですが、こちらが注目で、力の解放2になってます。今までは上の胴体のみだったので、これでまた装備構成の幅が広がってきます。古流戦においては特に重要ということで、銀レウスの中でも注目度の高い防具です。で、次、腰は風圧耐性2です。まあこれは特定の場面でしか使いませんが、錬成が G6 と G8 で2枠あるんで、クシャ対策とかで使う機会は多くなってくかもしれないという感じです。で、最後、足は会心劇属性プラス弱点特攻です。これに関しては非常に相性のいい組み合わせで、属性武器全般で使える汎用的な防具になってます。ということで、銀レウスに関してはとにかく頭と足が全属性にとって重要な防具になっていて、あとは解放2の腕も特に優秀な防具と言えます。というわけで、今回は渋谷イベントで登場した最新装備の性能を解説していきました。11月にはグローバルイベントで装備強化できますし、本格実装も近々やってくると思います。今回はあくまで新装備の予習という感じになってますが、今後の計画を立てていく上でとても重要な内容だと思うので、ぜひとも最新装備の性能も踏まえた上で装備強化進めていきましょう。というわけで、モンハンナウの装備紹介やモンスター別の攻略などたくさん配信してるんで、最新動画を見逃したくない人はチャンネル登録をしてお待ちください。またすでにね、たくさんの動画配信してるんで、他の動画もぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。